待ちに待った色違いが解禁なのに、その確率がひどすぎた。6月21日に行われた任天堂ダイレクトで新ポケモンのコレクレイの色違いが解禁、即日イベントが開催されました。これにより全世界のポケモントレーナーたちは大歓喜、 Twitter トレンドにも色違いコレクレイが載るなどお祭り騒ぎ。しかしこのイベント、実はその内容が鬼畜すぎました。過去にあった同様のイベントだと剣立てのコイキングレードなどがあり、色違い出現確率は50分の1でした。今回のコレクレイイベントも同程度と期待されましたが、なんとこのイベントでコレクレイの色違いが出る確率は4103分の1、通常の色違い確率よりも低いという謎すぎる仕様でした。確かに公式の記載通り稀に色違いが出現ではありますが、このイベントは期間限定、レードバトルは時間がかかるため期間内に色違いを出すのは超豪運でないと無理な数字です。しかし色違いポケモンとはもともと希少価値が高い存在であり、激レアな色違いが新たに出てくることはいいことだという意見も存在します。皆さんは今回のコレクレイの色違い確率50分の1、4103分の1、どちらがいいと思いますか？